マーガレット・リビングストンとは、サイレント映画期に活躍したアメリカ合衆国の女優、女性実業家。代表作は、FW ・ムルナウ監督のサンライズ。ユタ州ソルトレイクシティの生まれ。本名は、マーガレット・リビングストン。父は、スコットランド移民のジョン・リビングストン。母は、ストックホルム出身のイーダ・リビングストン。後に、映画女優になる。 姉ア,アイビーと共にソルトレークシティで育つ。1916年に映画デビュー。サイレント映画期にサンライズなど50本を超える作品。さらにをトーキーの時代になっても夜の大統領など20本以上の映画に出演。カナリア殺人事件のルイーズ・ブルックスなど他の女優の声を吹き替えたこともある。1931年8月18日。 バンドリーダーのポール・ホワイトマンとコロラド州デンバーで結婚し、1934年に映画界から引退。以後は石油関連ベンチャーと不動産への投資、カリフォルニア州ウエストハリウッドのコロニアルハウスを共同で建設するなどした。子供はできなかったが4人の養子がいる。1984年12月13日、ペンシルベニア州ウォーリントンで死去。 89歳だった。1924年11月の週末、新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの所有するヨットで、映画プロデューサー、監督のトーマス・ h イインスが開始したが、リビングストーンはそこに、ゲストとして招かれていた。その事件を映画化したピーター・ボグダノビッチ監督の、ブロンドと棺の謎で、クラウディア・ハリソンが彼女の役を演じている。ありがとうございます。